前は、群馬県前橋市総社町にある前方公園墳である。国の史跡に指定されている。総社古墳群を構成する一基である。墳球の中心軸は、東西方向で前方部を西に向ける。周囲の地形から、周堀の存在が予想されるが、詳細は不明である。前方部と公園部の両方に、両袖型横穴式跡室があるが、 両者は広報をことにしている。公園部席室は全長9.4メートル、現室長6.88メートル、幅3.4メートルと群馬県内有数。現状では天井石が崩落している。沿道は現状長さ1.9メートルだが、本来の長さは2.5メートルと推定される。前方部席室は、 全長8.76メートル、現室長4.27メートル、幅2.22メートルと、やや規模も小さく自然石を持って構築し、公園部石室とは趣を異ことにしている。石室は共に、江戸時代に開港し、遺物が藩に届け出られている。この内間がたま、金耳は、銅製六輪駆路、鉄属、足つき長首びつぼなどが、 東京国立博物館に所蔵されており、長首壺は完成年間、その他の遺物は分政2年の出土と伝える。古記録によれば、他に銀層化物地立ちなどが出土しているが、所在不明である。築造時期は、使用石材、石材加工などの点から、前方部石室が6世紀末、公園部石室がそれにやや遅れるとされてきたが、 この築造順序を逆に見る意見も出ている。1871年2月に、両母の全国調査が大乗官布告として全国に通知され、これを受けて、群馬県ですぐに対応したのが、僧者双子山古墳である。群馬県は1874年、京部省に、上野毛、下野毛の子孫とされる、豊吉入彦の命の両母として、東古墳を申請して認められ、翌年には、 京武将から、豊吉入彦の命の墓に墓手のひら、墓艇が置かれることになった。しかし1876年に、宮内省からの給料をめぐり村内で紛糾が起こり、墓手のひら、墓艇が辞職し自然解消のやむなきに至った。本古墳の両母指定解除の後再度調査が行われ、大室古墳群の前、双子古墳が豊吉入彦の命の両母に認定された。 大塚初重、小林三郎、熊野正也編、日本古墳大辞典東京堂、出版、1989年、504ページ。ABC 文化庁文化財保護部史跡研究会、監修、図説日本の史跡に原始に同胞者、出版、1991年6月、77から78ページ。前原豊、東国大豪族の異性。 大室古墳群、シリーズ、遺跡を学ぶ A63、新泉社、2009年12月、10から11ページ。ありがとうございます。